岸田総理大臣は10日に予定されている韓国の新大統領就任式への出席を見送り林外務大臣を特使として出席させる方向で調整していることが分かりました韓国のユン・ソクヨル次期大統領の就任式の出席者をめぐり政府は岸田総理も含めて検討を続けていました。ただ韓国側から慰安婦問題や 元徴用工の訴訟などで具体的な解決策が示されない中自民党内からは岸田総理の出席を牽制する声が上がっていました岸田総理は今回自らの出席は見送り林大臣を特使として派遣する方向で調整しています林大臣はユンジキ大統領の就任式出席表敬に加え外相予定者のパク・ジン氏と会談などを行う予定です